光磁気ディスクとは赤色レーザー光と磁場を用いて磁気記録及び再生を行う電子記録媒体の一つである。1980年代から1990年代前半に磁気テープに代わる映像記録媒体として研究開発が行われアナログあるいはデジタル記録媒体として実用化された。1985年に最初の光磁気。 ディスクメディア及び対応製品として5.25インチドライブが発売され、1991年には3.5インチドライブが IBM から発売された。MO あるいは MO ディスクと略した場合、一般には後日の ISO 規格準拠の MO ディスクのことを指すが、本項目では他規格の光磁気ディスクについても記述する。規格は2000年代で消滅したとされ、ハードディスクドライブや フラッシュメモリなどの大容量化によって、ほぼ代替されている。磁気ディスクには磁性を持った記録層が形成されており、外部から電磁石による記録用の磁界を加えて、媒体を磁化する点では、磁気ディスクと似ているが、記録層が常温ではほとんど磁化されず、これを熱して磁化する点に特徴がある。記録の際に光の強度を変化させて、 磁界を一定とする光変調方式と光の強度を一定として磁界を変化させる磁気変調方式がある。磁気変調方式では以下の手順でデータが記録される。メディアの磁性層に高出力のレーザー光を照射して磁性が失われる温度以上にまで瞬時に加熱するレーザーで照射された部分がレーザー光から離れて磁性を記録保持できる温度まで冷え始めたところで 電磁石により、記録層と垂直方向の磁界を与える。磁性体が十分に冷えて、磁性が完全に放置される。この繰り返しにより磁性体に N 極と S 極の磁性が記録されていく。読み出し時には、書き込み時よりも、出力の弱いレーザーを照射し、N 極と S 極の向きの違いによって、レーザーの変更面が回転する現象を検出し、それを0と1のデータとして読み取っている。 また光変調方式ではまず一定次回、高出力レーザー光で記録層の磁力を一方向に揃えることで初期化し、続いて加える次回を反転した上で、記録したい部分を光で加熱し磁気を反転させて、記録を行う。工事機、ディスクメディアの論理フォーマットとしては、ハードディスク形式とスーパーフロッピー形式の2種類がある。 3.5インチ光磁気ディスクオリンパス製5.25インチ光磁気、ディスクソニー製外付け型3.5インチ MO ディスクドライブ3.5インチ MO ディスクドライブ音声録音用とデータ記録用の光磁気ディスクがあるハイ MD は MD の上位互換のメディアで MD と同じサイズで 1GB の容量を実現している自家ベイド検出方式を採用している MO の普及率は世界的に見た場合には決して高いものではなく、むしろ日本での普及の高さはかなり珍しい部類に入る。1990年代にはドライブ単価の安いジップドライブが世界中で普及を見せ、MO は他のリムーバブルメディアともどもその余波をまともに、アビ普及はビビたるものだった。その後、1990年代後半からは、 CD-R が安価に出回るようになり、さらにはフラッシュメモリの大容量、低価格化による普及も進んでいるため MO は地味な存在のままである。一方、日本国内では当初から企業や観光庁を中心に登場時からデータの保存、運搬用として広く普及しており、デスクトップパブリッシングやデザイン、印刷、出版の分野では、 そのメディア信頼性の高さと容量に対するコストパフォーマンスの良さから広く使われている。特に PC-9800 シリーズではデバイスドライバーを必要とせずスカジー接続の MO からのブートも可能だったため Windows の普及初期に広く出回った。Windows95 までは h d d レスのシステムも構築可能だった。1990年代には ジップドライブの普及に押され、気味だった時期もあったが、ジップドライブが衰退し始めてからは一時期勢いを取り戻したこともあった。しかし変わって、CD-RW や DVD ドライブがパソコンに標準搭載されることが急増し、さらに高速なフラッシュメモリーが安価に出回るようになり始めてからはすぐに衰退の位置をたどった。富士通より、 CD-ROMMO の両方が使えるコンボドライブが開発、試作されたが、市場販売には至らなかった。MO はドライブの小型化やインターフェースに USB、バスパワータイプを採用した製品が登場し、信頼性、長期保管性に長けたメディアとして見直す動きもあったが、大容量化で DVD や BD、DDS、フラッシュメモリーに遅れを取ったこともあり、需要は、 伸びることはなかった。関連企業により1999年結成された MO フォーラムも2009年から休眠、2010年に解散した。MO ディスクドライブの生産、販売はすべて終了している。オリンパスは2005年後半に生産を中止して2006年3月に MO 事業から完全撤退した。コニカミノルタは2010年9月に販売を終了。 富士通は2012年3月30日をもって、すべてのサポートを終了し、バッファーローも生産を終了。最後まで販売していたロジテックも2013年6月下旬に発売した、ルモ FC654U2 が最終モデルとなった。記録メディアについても、日立マクセルは2009年9月末に、三菱科学メディアは2009年12月末に、 MO ディスクの販売を終了した。IO データ機器も販売を終了。ソニーは3.5インチ MO に関しては2017年6月を最後に現行品のリストから外れ、5.25インチ MO に関しては2018年2月を最後に現行品のリストから外れた。ラジオ放送業務用としては、信頼性、耐久性、 使い勝手の面から2000年代中盤以降 MO を積極的に採用していた。企画は番組制作、CM 制作、番組搬入用の録音メディアとしてソニーによる3.5インチ企画準拠の業務用 MO、プロ MO が広く採用されていたが2015年7月以降2020年までに生産終了したことで各局では使用を取りやめる傾向にある。 代表的なレコーダーとしては、デノンプロフェッショナルの DNH5600N、DNH4600N、CD 制作時のマスターレコーダーとして、専用の5インチ MO を用いて、24ビット4 4 1キロヘルツの音源を記録する、ソニーの PCM-9000 などがあるが、いずれも生産終了した。各業務では、MO の代わりに、HDD や、 フラッシュメモリーを媒体とした機材に代替している。Wikimedia Commons には、工事機リスクに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。